はい、そうしましょう。はい、皆さん、お元気ですか？はい。はい、おかげさまで元気です。先生はお元気ですか？村さんはもう元気ですね。私もおかげさまで元気ですよ。ああ、よかったですね。皆さん、今日私は事務所にいますね。事務所にいて、することもないから、私はちょっと日本語で話そうかなと思って、皆さんに連絡しました。ああ、はい。すみません、突然すみませんが、ちょっと時間もらってもいいですか？はい。はい、先生。ありがとう。いいです。優しいね、皆さんね。はい。先生。皆さんは今どこですか？先生は、はい、私は、うちにいます。そうですか。はい、先生は、ワッチしていますか？そうです。私は、事務所でワッチをしていますよ。誰とですか？ダニ先生とワッチをしています。私は、毎週の金曜日に、ワッチをしますよ。そうですか。先生すみません。何ですか？先生のところに最近天気はどうですか？最近天気はですね、晴れ、良くなったり悪くなったり、体調がね悪くなり安くなりますね。最近天気が悪いですから皆さん体調管理に気をつけてください。はい。先生、わかりました。はい。はい、わかりました。先生は、世界怒り、何時に行きますか？そうですね。行きましたか？私は、午後5時に世界怒り行きました。そうですか。わちは午後5時から明日の午前8時までです。そうですか。どうですよ先生、すみません。何ですか？いや、晩ご飯も食べましたか？晩ご飯食べたよ。皆さんは晩ご飯食べた？私も食べました。食べました？晩ご飯は食べました。はい。ビビちゃん、何に食べましたか？私はチキンカツを食べました。本当に、はい、またチキンカツ食べたの？ね、チキンカツと焼きそばを食べました。チキンカツ作ったら写真送ってよ。さっきは忘れました。そうですか。すじゃあ今度チキンカツスクタラ写真送ってね。はい先生わかりました。グムちゃんチキンカツ作ることができますか？多分できます。できる？もしかしたら。簡単だよね、ビビね。チキンカツね。簡単ですよ。はい。簡単よ。すごいね。チキンカツ。ビビさん。ね、ビビ。すごい。ね、私はビビさんといろいろな日本の料理を習いましたね。習いました。いろいろな。私の晩ご飯はケトプラクとフライドチキンです。たくさんね。フライドチキン。はい。おいしかったですね。お腹がいっぱいです。お腹がいっぱいよ。グミラさん、はい。明日休みですね。はい。もちろんです。何をしたいですか？いろいろなことを。
やります。ゴムちゃんは大会、明日大会がありますね。はい、大会があります。楽しそう。明日私はカラオケの大会。カラオケすごい。はい。グミちゃん歌上手ですからね。ああ、ありがとうございます。でも家まだまだです。歌全然できない。あ、本当ですか？できません。だからできません。ウィさんは歌ったら声が悪いです。ウィさんは歌を歌ったら皆さんはすぐ逃げる。どうしてですか？ウィさんはジャイアン、のび太さんの友達、ジャイアンわかりますか？あ、はい、わかりました。ジャイアンみたいに歌いますから。楽しそうね。歌の大会、カラオケ大会。はい。グミラさんの私、あれなんです。私は、千代の、はい。早く日本へ行きたいんですよ。あ、私も同じです。同じよ、皆さんは日本へ早く行ってほしいです。はい。うちに行ったらお金が全然あります。お金がなかったら私に言えばいいのに。ウィッツさん。はい、何ですか？今日の授業は何を勉強しましたか？授業は何ですか？今日の勉強は。授業勉強。今日の授業、今日の勉強、同じ。何を勉強しましたか？意味はわかりません。ビビちゃんは今日何を勉強しましたか？グミラさんが言いたいのは、ビビちゃんは今日何を勉強しましたか？今は私は日本語を勉強します。今じゃないよ、今じゃない。今朝。今朝。今朝。練習帳と、練習帳と、パーティクルを勉強しました。パーティクル。パーティクルは日本語で助詞です。助詞ですよ。今朝は練習帳と助詞を勉強しました。そうです。誰に習いましたか？アクバル先生に習いました。友達と勉強しました。そうですか。私と勉強しましたね。グムちゃんは今日の授業はどうでしたか？何を勉強しましたか？電波が悪かったね。面白いね。この勉強のやり方は面白いですね。はい、先生。面白いですよ。時々、また今度一緒にやりましょうね。はい、そうしましょう。グムちゃんは途中で切れたね。すみませんね。先生、電波が悪い。はい。です。すみません。今日は私が書道書き方を勉強しました。すごい。それは何と読みますか？この、
この漢字は沖縄と読みます。ああ、沖縄ね。はい。ソードですか。ウィビさんはソードできますか。はい。ウィビちゃん、ソードできる？ソードができます。私もできませんから、もう教えることができないね。ごめんね。はい。はい。私はソードを勉強したことがありませんから。じゃあ今度、ね、教室にグムちゃんを呼んで、一緒にグムちゃんに教えてもらいましょう。いいですか、グムちゃん。はい、いいでしょう。お願いします。グムちゃん、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ちょうど教えてくださいね。はい。あ、私もまだまだです。面白いね。はい。日本にいたとき、ね、私の社長の奥さんは、書道が上手ですよ。わあ、本当ですか。社長の奥さんは1ヶ月に4回書道教室に通いました。ああ、そうです。書道教室もありますよ。ああ、書道教室、三線教室、いろいろな教室がありますよ。そうですか。沖縄にありますか？いや、あるよ。ウィビットは参加し、ウィビットさんは糸満で働きますね。はい、先生。グムちゃんはどこ？ああ、私は、会社の名前言わないでよ。ジミ、ジミ。会社の名前ジミは、ジミは、那覇ですか？那覇ですか？いえ、違います。どこ？ギノワンですか？あ、はい、ギノワンです。じゃあ、ギノワンにいろんな教室があると思いますよ。ああ、そうですか。じゃあ、ギノワンに行ったら、好きな教室に行ってくださいね。ああ、うん、私は参加すること。ああ、また切れたね。ウィビットは何の教室に通いたいですか？何を勉強したいですか？日本にいるとき、先生。Yes。日本にいるとき、実は、書道が、書道を勉強したいです。本当に？本当に書道勉強したいの？はい。はい。三線は？三線はあまり好きじゃありませんから。そうですか。じゃあ、書道教室ね。ウィビットは書道教室ね。はい。グムちゃんは何を勉強したいですか？多分私は三線教室を参加したいです。三線ですか？ギノワンか、はい、ギノワンはハイバルまでちょっと遠いです。じゃあ後で。ああ。後で。遠いですね。ま、私はね、グムちゃんのために三線教室を探してあげよう。ああ、はい。後で探しますね。ありがとうございます。はい。わかるよ。ありがとうございます。グムちゃんから、近い教室は、タブン、オキコパン。ね。オキコパンの会社の近くにあると思いますよ。ああ、そうですか。でも、大体ね、教室は夜です。教室は夜よ。三線の教室は夜です。書道は夜か昼かまだわかりません。糸満から遠いですか？糸満には
あると思いますよ。じゃあ、後で探す、後で一緒に探そうね。はい、先生。朗読教室。でも、お金かかるよ。はい。そうですか。お金がかかるよ。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。お金がかかっても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。大丈夫ですよ。私は三次の勉強するとき、一ヶ月に1000円かかりました。外国人だったら1000円かかります。日本人だったら2000円かかります。ああ、どうですか。教室に通うのは楽しいよ。そうですか。もう友達もできるし、ね、もしかしたら彼女ももらえると思いますよ。先生はどのくらい三線を勉強しましたか？そうですね。私は1年ぐらい三線の教室に通いました。そうですか。うん。前は教室で話したでしょ。そうです。うん、1年だけ。だから私の、ね、私も三線まだ下手です。あ、電波悪いね。皆さんの電波悪いね。はい、先生、私は、パスポートが。パスポートが消えましたか？はい、先生。ですか？グムちゃんは三振ですか？ねえ、皆さん、先生すみません。何ですか？電波が悪いですから。わかるよ。田舎ですから、電波が悪かったら当たり前です。はい、先生。ウィウィッ、今、はい、先生、あそこは寒いですか？はい、ここは寒いですよ。リクションさんは、風をします。風を引きます。また風ですか？はい。リクさんはいつも風ですね。はい、先生。毎日運動していますか？はい、私は、夕方だとき、ジョギングをします。夕方、時、使いません。夕方だけ。夕方だけ、先生。だけも使いません。夕方。夕方の時。時、使いません。ああ。夕方は、ジョギングをします。時々。あと、朝と昼をします。朝と昼にしますね。朝と昼にします。そうですか。皆さん、日本語上手になりましたね。ありがとうございます。でも、いえ、まだまだです。YouTube にこのビデオアップロードしてもいいですか？はい、いいです。いいですよ。じゃあまた今度ライブをしますか？うん、今ライブはズームとつながることはできません。ですか。うん、後でやり方を探してからもしできるんだったら皆さんとまた今度一緒にライブをしましょう。はい、はい、これで終わりましょうね。先生すいません。何ですか？すみません。最後の質問です。あ、はい。何ですか？私は早く三線を弾くことができるために、どうすればいいですか？そうですか。
先生、習いたいですか？ 私は、ね、先生、貸してあげるよ。ああ、はい。もし、ね、借りたいなら、私のうちに取りに来てください。はい、取りに来るんだったら、貸してあげるよ。はい。でも、大事にしてよ。はい、お願いします。私の三振が壊れたら、新しい三振送ってもらうよ。はい、皆さん終わりましょう。ありがとうございます。はい。じゃあ、ありがとうございます。お疲れ様です。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.